冬です。葵だぜ。イカ泳ぎマスターする前に夏が終わっちゃったよ。マスターするまで海も川もビニールプールも禁止だな。ビニールプールじゃ溺れないし。まだ水の事故を舐めてるな。水に溺れるほとんどは顔が横か下のうつ伏せの体勢だ。転落で首を痛めたりして動けなくなれば水深10センチメートル程度でも水を吸い込んで命を落とすんだぜ。乳児に至っては 2.5 センチメートルから5センチメートルの場所でも溺れる可能性が十分にあるんだ。そういえば用水路での事故が多発してるって言ってたもんね。ということで今回も恐ろしい水難事故を5つ紹介していくことにするぜ。よろしくお願いします。最初は京北中学校水難事件だ。随分古い新聞に見えるけど。1955年7月の新聞だからな。場所は三重県津市にある通称、文化村海岸だ。私立京北中学校では毎年夏になると学校行事の一環として水泳訓練を実施していた。へえ、海での特別授業なんて楽しそう。この海岸は満潮時にも数十メートル幅の砂浜を残すと噂の海で、以前から市内の小中学校の特別教育活動として実施してきた場所だった。京北中学校は予定通り1955年7月18日から水泳訓練を開始。事件が起きたのは28日の最終日だ。最終日ってテストとかあるんだよね。だな。この中学でも水泳能力のテストを行うため、体育主任は先に学校を出発して水泳場の区域を幅110メートル。沖への奥行きを投げ差から深さが1メートル足らずの約41メートルのところに表示差を設置。男子水泳場を南側、女子水泳場を北側に分けて境界線を設けたんだ。なるほど、下調べと準備もバッチリね。水泳場を設定した午前9時50分頃は無風快晴で海面には格別の波もうねりもなかったが、満ち潮の流れとは違った潮の流れが水泳場を南から北に流れていて、水泳場設定を手伝った水泳部員はこれに気づいて教諭に話したそうだ。水泳部員、頼もしいじゃない。生徒らが到着すると教諭が入水の注意事項や潮の流れがあることを告げ、点呼、準備体操の後、体慣らしのために10分間入水し、午前10時頃一斉に海に入った。約200人の女子生徒は泳げないものがほとんどで、少しでもいい成績を収めようと沖の境界線に集まったんだ。泳げないのに沖へ？浅すぎても逆に泳げないだろ。そっか、沖でも深さは1メートルくらいに設定したって言ってたもんね。岸からわずか10メートルの場所だった。ところが海に入ってから5分もしないうちに、100人前後の女子生徒と女性教諭が一斉に体の自由を失い次々と溺れ始めたんだ。え、なんで？女子生徒たちの救いを求める声に驚いた職員や水泳部員、海水浴客が協力して懸命に救助に当たった。校長も生徒を引き連れ海に入っていて、北に流され水泳場外で救いを求める数名の生徒に気づき救助に駆けつけてる。先生方もたくさんいるんだから大丈夫ね。教諭の一人が自転車で約500メートル離れた隔離病舎に駆け込み、医師と看護婦らが現場に急行。救い上げられた生徒にすぐさまカンフル注射や人工呼吸を施した。他の委員からも医師が駆けつける騒ぎを見て事故を知った警察は救援隊や機動隊を出動させたんだ。警察に通報したんじゃなくて、たまたま騒ぎに気づいたのね。そうだ。漁師も船で救援に協力し大学病院からも医師らが駆けつけ、医師、看護婦合わせて約40人が必死の手当てを行ったが、49人引き上げて13人は意識が回復したものの36人の女子生徒は生き返らなかった。そして救出されず行方不明になってる人もいるってことだよね。でも一体何が起こったの？なんでそんなにたくさんの人が同時に溺れちゃったの？その後、その場にいた教師や生徒たちへ行われた聞き取り調査で、足の裏の砂が数と動くように感じた、後ろから押されるように前に浮き上がるのを感じた。という証言から裁判では原因不明の異常流によるものとされたんだ。異常流？異常流の発生原因は7月25日から発生した台風13号による、うねりが沿岸流となって発生したなどとも言われたが、どれも推論の域を出ないし、通過した大型船舶が引き起こした蹴り波が異常流の原因である可能性はあるものの合理的裏付けに欠けるんだ。原因不明で100人が海の中へ。ってホラーな気がしてきたよ。実は生徒たちの証言の中に、黒い何者かに足首をつかまれた、モンペ姿の女に海に引きずり込まれたなど、この世のものではない何かを目撃したっていう証言もあったんだ。なんですと、一番ヤバいやつじゃん。そういえばそんな映画あったよね。さすが映画好きだな。実はあの映画は京北中学校水難事件が元になってるんだ。1945年7月28日、アメリカ軍によって三重県津市への無差別爆撃があり約600人もの犠牲者を出してる。
24日には市中心部の空襲で約1200人の犠牲者を出したばかりだった。そして空襲の10年後に京北中学校水難事件が発生。女子生徒36人が犠牲になったのは空襲の犠牲者の亡霊が海に引きずり込んだからってことなの。生存者の女性との一人が、やっとショックから立ち直った1963年、女性誌に以下のような式を寄せてるんだ。私のすぐそばを泳いでいた同級生が突然、私の右腕にしがみつくと、沖をじっと見つめ真っ青になって震えながら指さしている。その指の先には、沖の方で泳いでいた友達が一人また一人、吸い込まれるように波間に姿を消していく。すると、水面をひたひたと揺すりながら黒い塊が、こちらに向かって泳いでくる。私たちははっと息を飲みながらも、その正体をじっと見つめた。ええ？怖いんですけど。黒い塊は間違いなく何十人という女の姿だった。しかも頭にはぐっしょり水を吸い込んだ防空頭巾をかぶりモンペを履いていた。夢中で逃げようとする私の足をその手が捕まえたのは一瞬の出来事だった。うわぁ、ホタルの墓だ。なんでホタルの墓なんだ？だって、モンペに防災頭巾なんて節子のしか見たことないもん。知識が乏しすぎるぜ。女子生徒が見たのは戦争のトラウマが見せた幻だったのかどうかはわからない。でもそんな噂はまことしやかに流れたってことだな。土法裁判所で校長は禁錮1年6月、教頭は禁錮1年、体育主任は禁錮1年4月を宣告された。え、先生方は有罪なの？第一審では、一見、何ら異常の認められない状況下で相当わかりがたい上、極めて稀な急な流れとの不幸な結合が本件の原因、だったことが考慮されて、いずれも3年間の執行猶予がついた。そして最終的に断定できる材料もないことから教師側の無罪が確定したぜ。先生たちも何が起こったのか理解しがたい状況で必死に救助したし、生徒を授業中に失った悲しみは相当深いと思うわ。結局事故原因は未だにはっきりしていないが、遠浅の海岸に発生しやすい離岸流という自然現象が事故原因になったのではとも考えられるんだ。中川原海岸は遠浅だが付近の阿能川から水が流れ込むことによってできた深みが数箇所あったからな。離岸流って確か水難事故パート1で出てきたね。それにしても女子生徒の見たものが幻だったっていう証拠もないんだよね。実は女性自身に式を寄せたという女性が2017年9月16日に放送された。NHK の番組、限界、頂上ファイル戦慄の心霊現象追求スペシャルで真相を語ったんだ。亡霊とかそういうのは、私は全然見てませんってな。ええ？どういうこと？当時の取材時に足を引っ張られたかどうかと聞かれ、一緒に溺れた人が引っ張るんかな？って言うたと思うって言ってたぜ。だから記事になった時はええって感じだったってな。真相はやぶの中っていうか、ただの捏造か。命を落とした生徒たちに失礼よね。心からご冥福をお祈りするわ。次は戸賀川水難事故だ。2008年7月28日、兵庫県神戸市は朝から快晴。しかし15時頃になると灘区は突然の激しい雷雨に見舞われ水位は10分で約 1.3 メートルも上昇。津波のような濁流が襲い、子供3人を含む5人の命が奪われたんだ。ゲリラ豪雨ってやつ？その日戸賀川周辺は14時頃まで晴天だった。でも前線の影響で大気の状態は不安定だったんだ。13時20分には兵庫県南部に大雨洪水注意報、13時55分には大雨洪水警報が発表された。そっか、だから川の周辺にも人が集まってたりしたのね。でも河川にはアナウンスの設備がなかったから河川や河川敷にいた大半の人は警報発表を知らなかったんだ。そして14時30分頃から急激に濃い雲が空を覆い雷が鳴り始めた。徐々に人影は減ったものの、それでも戸賀川周辺には50人以上が残っていたらしい。雨宿りしたり、どうしようか戸惑ってるうちに動けなくなっちゃったのかしら。雨が降り出したのは14時36分頃だ。すぐに視界が悪くなるほどの激しい雨になると、戸賀川の水位は15時までに 1.3 メートル上昇し遊歩道は冠水した。警察署の発表によると河川周辺にいた人たちのうち41人は自力で避難したが16人が濁流に流されたそうだ。16人？じゃあ11人は助かったのね。だな。でも河川敷に遠足に来ていたと思われる小学生2人と戸賀野橋付近にいた保育園児1人とその叔母、JR 神戸線高架下の遊歩道にいたとみられる男性1人の計5人を助けることができなかったんだ。事故の原因は急激な増水ね。国土交通省と神戸市は事故の被害を拡大させた最大の原因が、気象警報を河川にいる人たちに向けて知らせる設備がなかったことと判断して、兵庫県とラジオ関西などで開発した増水警報システムを採用してるぜ。
自然災害に対する甘さを痛感したって感じかしら。大阪で建設会社を経営してる男性が当時、戸賀川の河口から約 1.5km 地点のある新戸賀川橋の耐震工事をしていた。突然の雨に撤収作業を始め、最後に残った彼に濁流が押し寄せ、とっさに橋脚にしがみついて難を逃れたそうだ。救出されてよかったわ。彼は、社会全般の水害に対する認識はまだまだ甘い。事故前の自分もそうだったが、自分だけは大丈夫と過信してる。でも戸賀川のように流域面積が小さいと大雨が降った瞬間で増水すると訴えてるぜ。確かにどこか他人事のように怖いわって言ってるかも。戸賀川は六甲山系の雨を短時間で海へ流し、土砂災害を防ぐっていう重要な役目を担ってきたし、街中の水も流す排水口のような雨水管という役目もある。でも傾斜が急で増水のスピードが速いんだ。安全だと思ってた川が氾濫する危険性も秘めてるってことを認識して、子供たちにも本当に楽しい川遊びってどうすることなのか知らせていってほしいわ。お次は人気 YouTuber の水難事故だ。アバンティーズのエイジさんね。つくよも知ってたか。男性4人組の YouTuber アバンティーズのマネージメントなどを手掛けるUUMによれば、2019年1月1日、グループのメンバーなどと休暇で訪れていたサイパンの浅瀬で、高波にさらわれ帰らぬ人となってしまったんだよな。アバンティーズってチャンネル登録者数133万に上る大人気 YouTuber なのよ。彼らのチャンネルでも自分たちの口から経緯を報告するって動画がアップされてたわ。彼らの話によると、その日、メンバーの一人を除く3人と知人で休暇のため、サイパンのバードアイランドビーチを訪れた。バードアイランドは鳥が多く生息する無人島で、彼らは現地を詳しく知る人と共に、ビーチまでトレッキングで利用される道を歩いていった。メンバーの釣り目くんが行かれなかったみたいね。ビーチに到着してすぐ、浅瀬で水遊びできるスポットを探すために周辺を散策。エイジさんはスポットが見つかっても海では泳がないと言っていたが、膝丈ほどの深さの場所まで行ったと思うと、さらに進んで太ももあたりまで海水に浸かる場所に入っていったらしい。泳いだわけじゃなく、そこに立ってたって言ってたね。ところがメンバーが目を離した時、助けてと声がして振り向くと、急に襲ってきた波に体を運ばれていくエイジさんを目の当たりにしたそうだ。今まで見たこともない速さの波だったって。沖に流されていくのを見てすぐに知人が助けに向かったって。彼はエイジさんをなんとか岸まで引き上げたが、波に揉まれたエイジさんの意識はなかった。現場に居合わせた地元の人たちが協力してレスキューを呼び、心臓マッサージや人工呼吸も行われた。レスキュー隊が来るまでの時間がすごく長く感じられたでしょうね。病院に搬送されるも、医師の口から聞いたのは残念ですの一言だったんだ。休暇で行ってたわけだから撮影もしてないし、何か無茶な企画をやろうとしてたわけでもない。まして遊泳禁止の場所に入り込んだわけでもなかったんだよな。メンバーを失って途方に暮れてた彼らも2019年3月から活動を再開したわ。そして2022年9月に無期限の活動休止を発表してたよね。なかなか詳しいな。彼らが動画で経緯を報告したのには訳がある。エイジさんの死亡を受けて憶測が飛び交ったためだ。事故現場は断崖絶壁の海岸で、北風が強く波も高い。日本で言えば東尋坊のような場所であったことが違和感を与えたらしい。休暇じゃなくて、なんか危険な動画でも撮ろうとして事故にあったんじゃないかって。YouTuber に警鐘を鳴らすような意見が目立ってたわ。彼らは散策してたって言ってるし、知らない土地でそんなところに立ってると波にさらわれるなんてことも全く意識してなかったんだろう。休暇中で気持ちも楽だったでしょうしね。それにしても22歳の若さで行ってしまうのは辛すぎるよ。ご冥福をお祈りするわ。お次は板取川大学生水難事件を見ていこう。2023年8月23日午後1時10分頃、岐阜県関市の板取川で人が流されていると消防に通報があった。行方がわからなくなっていたのは、名古屋市緑区に住む19歳の男子大学生だ。流されて行方不明になってたの？警察と消防が捜索を続け、24日午前7時20分頃に川遊びをしていたとされる甲賀橋付近から、約1キロ下流でうつ伏せに浮いているのを男性住民が発見し、消防に通報。溺れてすでに帰らぬ人となっていたんだ。19歳でも溺れちゃうのか。水深10センチメートルでも泳ぎが達者な大学生でも命を落とすのが水の怖さだな。この男子大学生は大学の友人と9人で川に遊びに来て泳いでいた。友人らの話では中州から15メートル先の左岸で泳いで渡ろうとして流されたようだ。ライフジャケットなんかはつけてなかったのよね？なかったぜ。実は2022年に岐阜県内で水難事故に遭った人は66人と、前の年の2倍近くに急増してる。
でも2020年には半年で水難事故が27件、命を落とした人は15人で前年同期を大幅に上回ってるんだ。じゃあ、岐阜県は毎年のように例年を上回る水難事故が起きて、尊い命が失われてるってこと？遺体がそういうことになるな。2020年の時点で過去13年間で最多の危機的状況で何とかしなければって言ってたんだからな。なんともならなかったわけね。厳しいな。そして警察のまとめでその多くが県外居住者だったこともわかった。事故に遭った66人のうち、およそ6割に当たる38人が岐阜県以外から来ていて、このうちのおよそ7割に当たる28人は愛知県の人だったんだ。愛知県？そういえばパート1の動画で愛知と岐阜に合わせて水難事故多発地点が12箇所もあるって言ってたよね。以下泳ぎをマスターしようというだけあって、よく覚えてるな。警察はあれの感染リスクが低い屋外でレジャーを楽しむ人が増え、綺麗な川が多い近場の岐阜県を訪れる人が多くなってると見て、県外の人にも川遊びに潜む危険性を知ってもらう取り組みを強化してるぜ。地元民なら近づかないところも知らずに入り込むってこともあるもんね。でもこの板取川ってそんなにヤバい川なの？板取川は関市や美濃市を流れながら川に合流する川で、2021年までの14年間で58件の水難事故が起き22人の命が絶たれてるんだ。そのため、水難事故の原因がどこにあるのか調査されてる。調査の結果は？まず板取川上流の真渡り橋付近。ここは過去14年間で2件の水難事故が起きて1人が帰らぬ人となった場所だ。岩にぶつかる波が上から下に向かって作られる縦渦という独特な渦を作り出し、気づいた時には水に沈み込まされるんだ。縦渦？ちょっと難しいわね。一般的に川の流れは岩に当たると左右に避けて流れるだろ？でも流れが強いとぶつかった勢いで流れが上向いてから下に下がるっていう現象が起きる。これが縦渦だ。岩の少し手前に白波が立ってるところね。そうだ。大きなものじゃないけど飲み込まれると沈み込む水流と重力が重なり、強烈な力となって川底に飲み込むんだ。岩の周りに溺れる危険があるなんて思いもしなかったわ。もう一つ、コンクリートブロックの上流側に流れが当たってるところも極めて危険だ。流れが集中するブロックの隙間に体が入り込んでしまうと水流に押されて隙間から抜け出せず、沈み込む力も働くから溺れてしまうんだ。ブロックの影になって発見も遅くなっちゃうよね。下流に行くとホラドア部地区だ。ここは過去14年間で4件の水難事故が起き2人の命が失われた場所だ。水質がいいと色の違いで深さがわかる。ここは川の右岸は底が見えるから茶色。左岸は底が深いから緑色だ。ほんとだ。でもどれくらい深いかはわからないわね。川の中央に進んでいくと膝くらいの深さから一気に肩あたりまでの深さに変わるんだぜ。この深さになってから急いで戻ろうとしても坂が砂利などで滑るから、足を取られて深い方へと落ち込んでしまうんだ。それで溺れるのね。じゃあ、川に入って遊ぼうと思ったら一度高いところから川を見てみる必要もあるってことか。川で遊ぶ時のポイントはライフジャケットを着て膝下までだ。子供と遊ぶなら大人は下流に立つこと。川に入ってる人から目を離しちゃダメだぜ。オーケーよ。しっかり覚えたわ。最後に琵琶湖で相次ぐ水難事故の話をするぜ。2023年8月に入って滋賀県の琵琶湖で水難事故が相次ぎ、8月22日時点で小学生を含む4人が命を落としてるんだ。琵琶湖って水遊びスポットとして人気が高いんでしょう？なのに事故の多い場所なの？8月7日には大津市北平野水泳場でサッカーチームの仲間らと遊びに来ていた。大阪府枚方市の小学4年の9歳男児の姿が見えなくなり、岸から15メートル地点で湖底に沈んでいるところを発見され引き上げられたが意識がなく助からなかった。夏休みのいい思い出になるはずだったのに残念すぎるわ。8月9日午後3時過ぎには大見舞子北浜水泳場で、京都市の47歳の女性が、岸に引き上げられ重傷の状態でドクターヘリで病院に搬送されるも息を吹き返すことはなかった。女性一人で何があったのかしら。女性は知人ら3人で午前中から遊泳してたらしい。遊泳中の女性が行方不明になったと近くの店の店員から通報があり、水泳場の沖合約10メートル地点に設置されたブイの外側に沈んでいたところを発見されたそうだ。男の子の事故があってから2日しか経ってないのに。8月14日には京都府京田辺市のスリランカ国籍の48歳男性が、外国人5人グループで大見舞子北浜水泳場を訪れていて遊泳中に溺れて命を落とした。8日間で3人も命を落とすなんて。そして8月21日午後5時半頃、大見舞子中浜水泳場の沖合で、水着姿の男性がすでに呼吸をしていない状態で浮いているのが発見されたんだ。
実はこの水泳場では18日にボートで遊んでいた男性が湖に転落して溺れ行方がわからなくなってたんだ。じゃあもしや彼が？でもなんでこんなに立て続けに事故が起きるの？しかもみんな帰らぬ人になってるじゃない？2003年から2022年に河川や湖など淡水域で起きた水難事故は全国で少なくとも約3500件近く起きてる。そのうち琵琶湖が123件と最多だったんだ。琵琶湖は危険なの？琵琶湖は西岸を走る断層の影響で、その付近を中心に急に深くなってるんだ。10メートルほど進んだだけで大人の背丈ほどの水深になるところもある。4件の事故があった地域はいずれも西岸だ。琵琶湖の西側はやばいのね。琵琶湖では過去5年間で18件の水難事故が起きてるんだけど13件が西側だ。そして、そのうちの12件が遊泳区域外なんだ。でもなぜ西側に集中するの？ポイントは地形だ。安息角という砂が斜めで足の踏ん張りが効かない足場なんだ。急激に深くなる場所の足場が安息角だと斜めの角度がきつくなるから足場が崩れてあり地獄のようになるんだ。そんなことになったらパニックになっちゃうわ。もう一つが琵琶湖特有の強風平下ろしだ。14日の事故当時は風速9メートル以上の北西の風が吹いてたらしい。平下ろし？平山を越えて吹き下ろすように吹く風のことだ。湖の東側に向かって風が吹いて人が流される危険性があるんだそうだ。平下ろしが吹くと浮き輪やビーチボールが流される。それを追いかけて遊泳区域の外に出てしまうってわけだな。琵琶湖では有名な風なのね。琵琶湖でも他府県から遊びに来る人の事故が多いんだ。地元の子供は琵琶湖の危険性を学んでるから自らも注意して遊べてるんだそうだ。なるほど。やっぱり県外の人たちが学ぶ場が必要そうね。もう一点、気になるのが時間帯だ。水難事故のピークは14時から16時。この時間帯に特に注意が必要なんだ。なんでその時間帯なんだろう？朝から琵琶湖に遊びに来て昼食を取り慣れてくる時間なんだ。最初は気をつけていても油断が出てくるし、疲れてくれば体のバランスも崩れてくるからな。言われてみればその通りだわ。ちゃんとポイントを押さえて気をつけていれば防げる事故でもあるってことよね。ということで今回も水難事故5件紹介したがつくよどうだった？いか泳ぎも大事だけど、遊びに行く前にその場所の特徴や過去にあった事故なんかを知っておくことで防げる災難もあるのよね。特に水辺に遊びに行くときはこの動画が参考になれば嬉しいぜ。水は生きる上でなくてはならない存在だけど、命を奪われる可能性のあるものだってことも忘れちゃいけないわね。来年はつくよのイカ泳ぎも見られるし水辺は楽しいものになりそうだな。オーケー。いいわよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。